一条実通は、鎌倉時代前期の苦行。大乗大臣、西恩寺公共の子。一条を合す。下には、正二位、兼大納言、左この枝大将。清水谷家の祖。以下、苦行部人と、尊卑文脈の内容に従って記述する。憲法2年3月28日、除釈。憲法3年1月13日、自重に任ぜられる。 憲法4年1月5日、15以上に少女。憲法7年1月22日、左少将に任ぜられ、佐抜き健介を兼ねる。上級2年1月22日、上野健介を兼ねる。上級3年1月12日、14以上に少女。同月24日、左中将に転任。上王元年11月22日、正四位下に少女。 女王三年八月四日、皇后宮、権領を止める。過六元年一月五日、十三味二上される。同月七日、左中将は、元のご年。過六二年一月二十三日、巣をごもりを兼ねる。安定元年四月二十日、肖像くらいに少女。寒儀三年四月二十六日、三議に任ぜられる。左中将は、元のご年。 同月29日、エモン、ただしを兼ね、ケビンシベットに補えされる。また同日に、中宮の県大部を兼ねる。上映元年1月5日、ジュニーに少女。同月30日、県中名言に転任。同年2月7日、エモン、ただし、ケビンシベット中宮の県大部は、元のご年。5月13日、ケビンシベットを辞す。6月29日、 エモンただしを辞す。9月7日、直樹天覆元年4月1日、中宮の兼大部を止めるとなったため。家庭元年6月17日、正二位に少女。逆人元年2月24日、兼大名言に転任。任治2年11月10日、左この絵大将を兼ねる。同月11日、様両五間の宣言あり。任治3年4月9日。 剣大納言と左大将を辞した、還元4年7月15日、母のもに服す。文王元年2月15日、出家。同年4月17日、皇居。ありがとうございます。